はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、雑談動画ということで、ちょっとね、今嫁を迎えに車で、出かけておるところでございます。今ね、これ運転しているのは、フィットハイブリッドになりますね。もうね、乗って5年経ちました。5年と半年以上経ちましたね。今8月なんでね。ザンクレっていうので、買いまして、もうザンクレがね5年目でもう終わっちゃったんですよね。で、一旦そこでこの車を、まあ、お店に返すか、それか、まあ、お金を残りのね、残価を支払って、車を自分のものにするか、もしくは、ローンを組み直すかというね、その3つの選択に、ね、なるんですよね。で、私ね、ちょっとね、そのタイミングで実は車を買い替えようかなと思ってたんですけども、結構なんかコロナの影響とかでね、伸びたりとか、やっぱこれだっていうね、車に出会えなかったんですね。まあ、と言いながらホンダ車をね、乗るつもりだったんですけども、次もね、で、今それ悩んでるところなんですよね。で、実はこの8月末に、ホンダ E っていう、電気自動車ですよね、ホンダからね、電気自動車が出るんですが、いや 100% EV ですよ。で、まあ、それが8月末に販売ということで、いやー、ちょっとね、値段を聞いて驚愕ですよね。2モデルあって、アドバンスっていうのと無印のホンダ E っていうのがあるんですが、無印の方は450万ぐらいするんですよ。で、アドバンスっていうのはさらに50万高くて500万もしちゃうんですよね。もうパッと見ね、フィットぐらいのクラスの、ね、大きさの車なんで、さすがにコンパクトカーで500万っていうのは高えなと思ってるんですよね。ただね、国からの補助金っていうのが出ますので、まあ、それが大体、まあ、国と、県ですかね、なんかそれ2つ足したら、まあ、40万ぐらい、30万後半から40万ぐらい、まあ、もらえるという形なんですが、まあ、それさっぴいてもね、いやー、なかなか高い車ですよね。なのでね、まあ、ホンダ E のアドバンスじゃなくて、普通のホンダ E の方でもいいかなという感じはするんですが、それでも400万前半ですよね。いやー、リーフとかね、あの辺はいくらぐらいするんでしょうね。多分500万ぐらいしたんじゃないですかね。ただ、走れる距離っていうのがね、だいぶ違うんですよね。走行距離が、リーフは多分600とか走るんじゃないですかね。ただまあ、実際は400とかぐらいしか走らないと思うんですけど、いや、ホンダ E はね、280ぐらいなんですよね。半分以下なんですよね。で、まあ、そのホンダ E ですよ、全然ね、距離は走らないんですけど、そのアドバンスの方は、高い方ね、500万する方は、なんかパワーがちょっとだけ、13馬力だけ高いんかな、ちょっとだけ高くて、その代わりパワーはちょっと上がるんですが、走行距離がね、短くなっちゃうんですよね。220とかそんなやったかな。なので、まあ、250忘れた。280キロぐらいね、まあ、その走行距離、だいぶね、ちょっとシビアな世界になってくるんで、ちょっとでもやっぱ走った方がいいかなということでね、やっぱホンダ、普通のホンダ E の方がいいなと思うんですよね。で、そんなに機能的にもね、変わらないみたいで、なんかね、自動パーキングシステム、ああいうのがついてたりとか、アドバンスはね。で、さっきの、走行距離、まあ、パワーがちょっと上がるっていうのと、あと、デジタルインナーミラー、このルームミラーね、それがデジタルになるみたいですね。これ、実際ね、私、何回かね、この商品レビューで、したんですけど、このデジタルのやつって、なんか距離感がね、なんかいまいち、つかめないんですよね。私だけかもしれないですけど。で、結構ね、眩しいんで、レビューの時はいいねって言っちゃったんですけど、実際はもう使わなかったですね。もうそれすぐ外すか、もう普通のミラーにもなるんで、普通のミラーにしてましたね。で、まあ、ホンダ E は、両サイドのドアミラーが、
ね、デジタルミラーになってるということで、まあ、それはなんかまあ見やすいっていうらしいんですけど、まあ、視線がねだいぶこう下の方にあるんでそんなにちらつかないのかな。でも夜はやっぱ眩しいんじゃないかな、どうなのかなっていう感じですよね。で、すごいねモニターがずらずらずらっと並んでてね、まああれがちょっとホンダ E の今回の売りなのかもしれないですよね。さすがにあそこまでモニターが並んだ車ってね今のところないですよね。ベンツでも結構大きめの、ね、横長のモニターがついてるんですが、ホンダ E ほどではないなという感じなんですよね。なのでね、まあその辺はちょっと最先端行ってるかなと。で、まあ普通のホンダ E でもね、そこそこというか結構スポーティーな走りをするらしいんですよ。なので、まああえてアドバンスじゃなくて、ホンダ E がいいかなと。まあ安いしね。で、リーフとかね、BMW にもありますよね。i3 やったかな。なんか小さいやつありますよね。あの辺ね、車両価格がやっぱね、600万、500万ぐらいしてきて、で、まあテスラとかもね、もっと高いですよね。で、ただね、中古価格、リセールっていうんですかね。中古で今度、売るときで、売るときに結構、もうすごい値崩れするらしいんですよ。で、その理由としては、バッテリーが、消耗品扱いされるみたいなんですね。で、まあそのバッテリーの価値観を除く、まあ車両価格の金額としての買い取りになるみたいなので、まあちょっとは価値は、まあ電池残ると思うんですけど、それでもまあそれの加減があって、かなり値崩れが激しいという感じらしいんですね。リーフなんかもうすごい値落ちしてますよね。なのでね、あれ3年落ちとか買う人が結構お得な買い方するんじゃないですかね。で、それに比べね、ホンダ E は、バッテリーの積載量は少ないんですよね。なので、中古で売るときひょっとしたら、バッテリーの価値観っていうのは、もう少ないので、もともとがね。なので、その、リーフとかの大容量に比べると、まあまだ買い取りはマシなのかなというね、ちょっと甘い算段をしておりますが、まあどっちにしてもちょっと買い取りは厳しいんじゃないかなという感じはしますね。で、まああれ国内ね、仙台なので、まあ買えるかどうかもわからないんですけどね、抽選でね、当たればまあ買えるという形になるんですが、今ちょっとお付き合いしてる花園店さんでね、車のレビューとかしてるんで、そこでね、もし1台仕入れられたらな、ということで、まあ今進めてはいるんですが、まあちょっとどうなるかわからないですね。で、私ね、ちょっと頭金がね、200万しかないんでね。いや、200万、もうなけなしの200万ですよ。もうこの YouTube で貯めたお金。まあ YouTube で貯めたお金なんで、まあ YouTube のために使いたいなと思いながら、まあそれでもね、まあ車両価格は420万とかしたら、あと220万ですよ。それをローン、ね、ローンしないとダメなんで結構厳しいですよね。残プレ利くんかな、その220万をさらに半分みたいなんで。いやー、なるべくね、ローンはもうしたくないんですけどね、このコロナでね、結構もう収入も不安定になってきましたんでね、ローンはなるべく少なくしたいんですけど、それでもね、厳しいところですよね。まあでも、まあもし1台手に入るようであれば、ちょっと欲しいなと思ってるんですけどね。まあマンションにもね、コンセントがないっていうね、問題とか、いろいろ問題を抱えてはいるんですけど、いやー、難しいところですね、本当に。で、まあ400万とか500万とかなってきたらね、シビックタイプ R が買えちゃうっていうね、恐ろしい金額になってきますよね。いや、もう一瞬タイプ R 買ってやろうかと。それだったらもうホンダ E やめて。ねえ、ホンダといえばエンジンですよね。もうエンジンの最先端行ってる、ホンダシビックタイプ R。いつかはタイプ R を乗ってみたいなと思ったんですけど、まあそれもちょっとね、嫁がね、これ通勤で使うんで、なかなか難しいかもですね。大きいんでね、駐車場にも、立体駐車場なんですよ、私。1880ミリぐらいあるんかな。なので、1850なので、立体駐車場がね、3センチオーバーしてるんで、
ちょっと実は入らないっていうね問題もあります。いやーなかなかねちょっとどうするか困ってるんですけど、まあこれからねちょっと私がこの車レビューするにあたって、そのやっぱ電気自動車の方が伸びるのか、それともこういったねハイブリッドカーの方がいいのか、まあ、ハイブリッドカーはね結構需要がねまだまだありますんで、ハイブリッドカーレビューしてほしいのか、いや先を言った電気自動車なのか、いやはたまたガソリンエンジンのタイプ R みたいなのがいいのか、ちょっと皆さんねちょっと最後まで聞いていただいた方、ぜひともコメント欄にで教えてください。どのその3つのどれが伸びるだろうかということですね。はい、では今日は雑談動画ということで、本題買うかどうか悩んでます動画でした。じゃあね、バーイ。グッドボタンお願いします。バーイ。